こんばんは、春風旅行者の佐藤でございます。実はですね、動画の投稿先週1週間ほどお休みしておりました。別に何があったわけ、何かがあったんですけれども、実は1週間ほど前にですね、この家の中でスマホを見ながら歩いておりましたらですね、ふと気がついた時に目の前にですね、ドアが半開きになっている状態になって、その角がちょうど目の前にありまして、半開きドアとの最終決戦に臨んだんですけども、やっぱりラスボスは強くてですね、私ちょっと負けてしまいまして、この辺りがですね、あまり綺麗ではない色に染まってしまいました。大したことはなかったんですけれども、ちょっとですね、見た目が良くなかったのと、それから口を開くとですね、やっぱりちょっとこう痛いので、皆さんこんにちは、春風旅行者のって感じになってしまうので、じゃあ1週間ぐらいお休みしようかなということで、1週間お休みしておりまして、綺麗に治りました。これですね、本当はもうちょっと赤いんですけれども、行きつけのですね、サロンの方が教えていただいた、ポインターというやつですね。女性の方は分かりますよね。コンシーラーではなくてポインターを、ここにちょっとこう青ですね、私が使っているのはイプサの青という、イプサのポインターの青なんですけれども、それをこうちょっと赤みを引くようにこう塗っております。以前はですね、ファンデーションもしてたこともあったんですけども、気がつかなかったでしょ。今はポイントだけですね、こう要所要所赤いところにこう塗っているので、ここもちょっと塗ってですね、赤みを抑えているという、そんな感じの春風旅行者の佐藤でございます。前振り長くなりました。今回マルタです、マルタ島ですね。でマルタってですね、もともと島国って言いますかね、ちっちゃな島なんですけれども、大きな島がマルタ島、それから小さな島がゴゾ島、この2つがメインなんですけども、実はその間にですね、コミノ島というですね、素晴らしい島があるんですね。こうマルタですね、こうイタリアの長靴の先端ですね。ここの三角形はシチリアです。このシチリアからですね、そのすぐ下にあるんですね、船で2時間ぐらいのシチリアからはですね、あるんですね。で飛行機でしたら1箇所乗り継げば、ほとんどのヨーロッパの大きな町からは乗り継げます。で中東からも入ってますので、例えばドバイとかカタールとか、そういったところからも入れますね。カタールはまだだったかな、ドバイからは入れます。でですね、このマルタ本島ですね、ここが首都のバレッタとかサンジュリアンとかですね、いろいろこう楽しいところ、スリーマとか楽しいところですね。でそしてですね、これはもう一つのゴゾ島というところですね。で、前回ちょっとご案内しました、この辺ポパイビレッジとかあったりするんですけども、この間にあるのが、これがコミノ島なんです。ちっちゃな島でですね、3.5平方キロメートルという面積、簡単に言うとですね、直径200メートルの円、それがこのコミノ島なんですよね。住んでる人ほとんどいません、そういうところなんですけれども、そこにはですね、こうフェリーで行くんですね。で行き方としてはですね、もちろんセレブなあなたは、チャーターの車で港まで行って、チャーターのモーターボートで行くっていうのはそうなんですけれども、そういうセレブな方でも一般人と同じやり方を楽しみたいわというあなたはですね、これはですね、このバレッタからですね、バスが出てるんですけれども、そこがですね、ここに港があるんですね。でこの港までだいたい1時間ぐらいです。バスでこう揺られて1時間、そこから船に乗り換えてコミノ島まで約40分、フェリーですね。それがこういうフェリーですね。でこれがコミノ島に着いたところなんですけれども、こんな感じでですね、港というよりも、なんとか船が着けるスペースを探し出したみたいな感じですね。でこうやって皆さん降りて、歩いてビーチの方まで行かれるわけですね。これがそのビーチで本当に美しい。ここに船がついてますけれども、これはですね、いわゆるそのコミノ島での、なんていうんですかね、ボートクルーズみたいな、2時間クルーズとか、そういったものをご利用いただくための、船着き場なんですけれども、この浅瀬の海ですね、これブルーラグーンっていうふうによく呼ばれるね、マルタ島のブルーラグーンは素晴らしいとかっていうんですけど、ラグーンっていうのは浅瀬、ですね、サンゴとか砂州とかが、砂ですね、でせき止められた浅瀬なので、こういう薄い色をしているわけなんですけども、こっち濃いのと違いますよね、そのラグーンですね、遠浅っていうか、もうずっとせき止められた浅さですからね、非常にこうお子様がお持ちのお客様でも安心して遊ばせられる、そういうところなんですね。こちらがメインのビーチなんですけども、見えますかね、ここにもビーチがあるんですよ。むしろこう囲まれているようなところですね、そういった環境にあるのがこのコミノ島のビーチなんですね。とっても美しいビーチなんですけれども、これがメインのビーチですね。で見てご覧いただいて分かると思うんですけど、我々が日本人がよく考えるようなホテルがあって、白砂があって、そこにこうビーチパラソルがあってっていうものの中ではホテルがないんですよ。1箇所あったか、今営業やって
ってやめてるかもしれませんけど、まあ、基本的にはないんですね。ですからこのパラソルのところぐらいしか日光を遮るものがないんです。ですので、まあ、早く行ってですねパラソルを取らないと夏の丸太もうとにかく暑いですから、おすすめは朝一です。朝一に行ってこのパラソルをとにかく早く取っていく、まあ、抑えるっていう感じですね。そしてですねこの美しい遠浅の、まあ、いろんな方々たくさん泳いでらっしゃいますけれども、そういうその海水浴をですね、まあ、お楽しみいただく、これがまあ、小見の島のですね醍醐味ですね。とにかく海が美しい、よく言われる船が浮いているように見える、宙に浮かんでいるように見える、あの状況がここではよく見られます。まあ、風が吹いてる日はねちょっと難しいんですけれども、そうでない時は本当に見られます。でですね、まあ、これは海浮いてるようにはちょっと見えないかもしれませんけれども、こういうですね、まあ、小見の島でのボートクルーズみたいなものがありまして、この小見の島をですねこうぐるっと回ったり、もしくはですねもう丸太島の方から、もしくは五島島の方からチャーターした船でそのままでこう8時間とか6時間チャーターして海水浴もありの小見の島のぐるっと回るのもありのというような感じのプログラムも、まあ、お組みできるわけなんですね。でこれはまあ2時間のボートクルーズなんですけれども、まあ、この小見の島ですね、海水浴以外はまあはっきり言って大したものはないんですけれども、まあ、この地中海に削られたこう岩の造形みたいなものとして面白いのが、まあ、これですね。これですね、名前ついてまして、この辺りですね、ちょっとイメージしてくださいね。エレファントロックっていう、つまり象の、まあ、岩、あ象岩、まあなんとなくこうね、分かりますよね、耳はどうしたとか、そういうこと言っちゃいけません、そういうこと言ったらいけないんですね。そういうふうなものもありますけれども、まああんまり大したものはないです。まああくまでも美しいビーチ、美しいラグーンで、まあ、海水浴を楽しみいただくというのがこの小見の島のですね、まあ、醍醐味ですね。でですねちょっとこういうところですね、まあ、時期をちょっとずらすとですね、もう本当にもう人も少なくて、まあ、すごくちょっとパラソルないんですけれども、そういったところにですねこう行かれると、例えば我々日本人だとですねこうすぐイメージできる、お分かりいただくのは、例えば沖縄の果ての島とか仁和島とか、仁和島はちょっと違うかな、果ての島みたいなところですね、まあ、果ての島あれは砂州しかないですけれども、まあ、そういうふうな感じでですね非常に海が美しい、沖縄も美しいですけれども、まあ、この小見の島もですね沖縄に負けず劣らず美しい、なんといっても船が浮いているように見えるぐらい透明度の高さを誇るのがこの小見の島のビーチなんですね。でですね、そのビーチ、海、こうやって見てるだけでも綺麗なんですけども、さらにこう寄ってみます、まあ、非常にこの透明度が高いっていうのがお分かりいただけると思うんですけども、今この少年が水着を着ている状況ですね、つまり夏ですね。でこれがですねこちらセーターを着て帽子をかぶってる、つまり冬なんですね。冬でありながらこれだけの美しい海と透明度を誇る、まあ、我々日本人はですねなんか冬の海というとですねこう日本海の荒波がザッパーンと打ち合わせてこう演歌が始まるみたいな、そんな感じのイメージが非常に強いんですけれども、もう全然違いますね。まあ、地中海非常に暖かいですし、私もですねもう何十年も前ですけれども、2月の寒い時にですねニースのコートダジュールで泳いでる人何人もいましたからね、まあ、ヨーロッパの人たちでちょっと寒さに対する感覚が我々とは少し違うんですね。まあ、そういったこともあって、まあ、でもこの人はセーター着てますからね、寒いんですよね。これだけ その冬でも美しい海というのを、まあ、誇れるということはですね、まあ、冬でもですねその美しい海を見に、小見の島に行くというのも、まあ、ありかな、まあ、これはまあ半日ですよね、実際その入れるわけではないので、船の時間なんかを気にしながら、まあ、ちょっとこう見てですね、そこでこうなんかお弁当かなんか食べたりワイン持ってったりとか、まあ、そんな感じのピクニックみたいな感じだとちょっと楽しいかもしれないですね。で今回はですね、丸太島の、まあ、あまり日本のお客様では行く方が少ないというのはですね、だいたい丸太島2泊から3泊ぐらいする方が多いので、それだとちょっと小見の島に行くには1日ちょっと足りないんですね。まあ、一番いいのはですね、朝一で小見の島に行ってですね、そして、まあ、この美しい海を体験して、まあ、海水浴を楽しんでいただいて、そして、まあ、お昼1番か2番ぐらいにはもう戻ってきていただくと。その頃は丸太ってものすごく暑いですから、もう40
30度とかになっても暑いので、でですね、シャワーを浴びて少しホテルでお休みいただいて、そしてまた夕方のアクティビティですね、例えばディナーに行かれたりですね、もしくはそのいろんな、若い方でしたら、クラブですね、我々の世代だとディスコとかね、もうちょっと言うとゴーゴーって言いますけれども、そういったところに行かれたり、いろんなパフォーマンスをするお店もありますので、演奏とかですね、あとは劇場に行かれるお客様もいらっしゃるかもしれないですね。時期によってはジャズフェスティバルなんかやってることもありますから、そういったそのお昼の楽しみと夜の楽しみ、これいわゆる一般的に言うビーチリゾートの楽しみ方なんですけれども、その中でも群を抜いて海が美しい、これは最高ですね。そしてですね、ここはちょっと遠いですけれども、例えば青の洞門であったり、ブルーブロッタって言いますけれども、とにかく海が本当に綺麗なのがマルタ。それはそうですよね。地中海の真ん中にあって、このコミノ島はですね、いわゆる人手が入らないようにしているんですね。そのために海の美しさがずっとキープされていて、そして船も浮いているように見えるというのは、非常にマルタ島からすぐ行けるのにこんなに素晴らしい美しい海が見える、それはなかなか体験できないと思うので、沖縄もありますけれども、マルタに行かれたらですね、ぜひこのコミノ島に行かれてみてですね、半日でいいと思います。できれば朝一です。朝一で行かれたら、ひょっとしたら船が浮いているようなものが見えたりですね、この美しいビーチで泳いでいるときに、いろんな方とお友達になったりですね、とても楽しい経験ができるのではないかと思います。それではチャンネル登録をお願いいたします。ありがとうございました。